ともと子供が好きで、で子供の面倒見ることも小さい時から好きだったので、もう小さい頃から憧れてました。子供の遊びを中心としているので、子供たちが自由に活動できる時間が多いところが魅力だと思います。毎日体力勝負っていうところもあるんですけど、やっぱり子供の成長近くで見られるっていうのが実感できて充実してます。子供が帰ってお掃除が終わると、事務室でまとまってみんなで仕事をしているので、そこでまあ何気ない話だったりとか、子供の今日の様子とか面白かったこととかを結構話してはいるので、みんなで和気あいあいとお話ができる時間は結構あるのかなとは思います。子供のことはもちろんそうなんですけど、先生たち職員のこともまあ細かいところまで見れたりとか気づけたりとかっていう余裕を自分が持って働けたらなとは思っています。子供たちの能力が発達するのは、いっぱい遊んでいっぱい駆けずり回って体を動かすことによって脳が発達するというふうに脳科学の先生たちもおっしゃってるので、そういったことを基本的に考えて子どもたちに遊んでもらっています。子どもたちも楽しく遊んで、先生たちも楽しく仕事ができれば、それに越したことはないと思っています。3人育休に入っているので、勤めていて結婚して子どもができても安心できる職場かなというふうに思っています。